統一指数による能力偏差値が、優秀な本命馬を紹介していきます。全レース、全馬の指数グラフと本命馬は、この動画の説明文に公開先のリンクを掲載していますので、ご利用ください。園田競馬から推奨レースを紹介します。本命馬の偏差値ランクが S ランクのレースは、8レースと9レースの2つのレースとなります。本命馬の偏差値ランクが A ランクのレースは、 本日ありません S ランクの本命馬のいるレースを紹介していきますそれでは指数グラフに切り替えますそのだけ馬旧レースの本命馬から解説していきます本命馬は5枠6番福のゆりリズですこの馬の偏差値ランクは S ランク勝利確率は59%を見込んでいますまず本命馬の指数グラフで本命馬の能力と 他馬との力関係から見ていきます。金層で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは1層前の指数の76で連帯目安の黄色線を23上回っています一方最低の指数となっているのは2層前の指数の44で黄色線を8下回っています本命馬の能力は、ままずまずです。他の有力馬との能力比較を行います ままずは対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは一走前の指数の60で本命馬のピーク指数に対して16下回っています。最低指数に対しては16上回っています。この馬に全ての条件が揃えば逆転の可能性も多少はあります。次に黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えます。 3走前の指数の53で、本命馬のピーク指数に対して、23下回っています。最低指数に対しては、9上回っています。この馬に全ての条件が揃えば、逆転の可能性も多少はあります。以上より、他馬との力関係からは、他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり、若干のリスクはあります。次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます。 距距離離適正から見ていきまますすすはは紫色の丸です今回はとなります指数がピークとなっているところは一走前は紫の丸が14001400は適距離です展開面を見ていきますレース展開はミドルペースを予測しています一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます指数がピークとなっているところは 一層前はオレンジの四角が鼻を切っての競馬です。鼻を切って逃げが必須のタイプです。先行力分析シートへ切り替えます。先行力は、63でトップです。上がり指数は、26で11位です。楽に逃げられる高い先行力を持っています。レース間隔を見ていきます。今回は、23週間の休み明け叩き2戦目となります。叩き2層目の上積みを期待できます。 以上より本命馬の適性は距離適性と展開面とレース感覚が高評価できます。適性面のリスクは極めて低そうです。以上の分析をまとめますと、他馬との力関係からは他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり、若干のリスクはあります。適性面のリスクは極めて低そうです。冒頭、この本命馬の勝利確率は 59%と申し上げましたがそれ以上の勝利確率を望めそうです推奨の本命馬として最適です次のレースを読み込んでいきますしばらくお待ちください笠松競馬から推奨レースを紹介します本命馬の偏差値ランクが s ランクのレースは3レースと 七レースと十一レースの三つのレースとなります。本命馬の偏差値ランクが A ランクのレースは、一レースと二レースと、六レースと、十二レースの四つのレースとなります。S ランクの本命馬のいるレースを紹介していきます。それでは、指数グラフに切り替えます。笠松競馬、十一レースの本命馬から解説していきます。本命馬は、一枠一番、A シン・セブンです。 この馬の偏差値ランクは S ランク勝利確率は45%を見込んでいます。まず本命馬の指数グラフで本命馬の能力とバとの力関係から見ていきます。金走で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは3走前の指数の75で連帯目安の黄色線を38上回っています。 4走前の指数の17で、黄色線を20下回っています。本命馬の能力は、まずまずです。他の有力馬との能力比較を行います。まずは、対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、4走前の指数の65で、本命馬のピーク指数に対して10下回っています。最低指数に対しては、48上回っています。 この馬に全ての条件が揃えば、逆転の可能性も多少はあります。次に、黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、一層前の指数の39で、本命馬のピーク指数に対して36下回っています。最低指数に対しては、20に上回っています。この馬に全ての条件が揃えば、逆転の可能性も多少はあります。以上より。 他馬との力関係からは、他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり、若干のリスクはあります。次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます。距離適性から見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は1 4 0 0ルとなります。指数がピークとなっているところは、3走前は紫の丸が1400、1400は適距離です。展開面を見ていきます。 レース展開は、ミドルペースを予測しています。一角通過順位は、オレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところは、3走前はオレンジの四角が鼻を切っての競馬です。鼻を切って逃げが必須のタイプです。先行力分析シートへ切り替えます。先行力は、34で2位です。上がり指数は、20で6位です。まずまずの先行力で逃げられそうです。 以上より本命馬の適適適はは距離適正と展開面面が高評価でできますすののリスクは低そうです以上の分析をまとめますとタバとの力関係からは他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり若干のリスクはあります適正面のリスクは低そうです冒頭この本命馬の勝利確率は45%と申し上げましたが そのくらいの勝利確率は望めそうです推奨の本命馬としても問題なさそうです次のレースを読み込んでいきますしばらくお待ちください船橋競馬から推奨レースを紹介します本命馬の偏差値ランクが S ランクのレースは7レースと9レースと12レースの 三つのレースとなります。本命馬の偏差値ランクが A ランクのレースは二レースと五レースと六レースの三つのレースとなります。S ランクの本命馬のいるレースを紹介していきます。それでは指数グラフに切り替えます。船橋競馬十二レースの本命馬から解説していきます。本命馬は八枠十一番サンマルシップです。この馬の偏差値ランクは S ランク。勝利確率は。 56%を見込んでいますまず本命馬の指数グラフで本命馬の能力と他馬との力関係から見ていきます近走で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは2走前の指数の78で連帯目安の黄色線を20に上回っています一方最低の指数となっているのは5走前の指数の69で黄色線を 13上回っています本命馬の能力は相当高いです他の有力馬との能力比較を行いますまずは対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは4走前の指数の61で本命馬のピーク指数に対して17下回っています最低指数に対しては8下回っていますこの馬の逆転の可能性は低いです 次に、黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、5走前の指数の57で、本命馬のピーク指数に対して21下回っています。最低指数に対しては12下回っています。この馬の逆転の可能性は極めて低いです。以上より、他馬との力関係からは、他の有力馬に逆転の可能性は極めて低そうで、 リスクは極めて低いです次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます距離適性から見ていきます距離は紫色の丸です今回は1200メートルとなります指数がピークとなっているところは2走前は紫の丸が1200 1200は適距離です展開面を見ていきますレース展開はミドルペースを予測しています一角通過順位は オレンジ色の四角で表されます指数がピークとなっているところは2走前はオレンジの四角が鼻を切っての競馬です鼻を切って逃げが必須のタイプです先行力分析シートへ切り替えます先行力は67でトップです上がり指数は39でトップです楽に逃げられる高い先行力を持っています以上より本命馬の適性は距離適性と 展開面が高評価できます。適正面のリスクは低そうです。以上の分析をまとめますと、他場との力関係からは、他の有力馬に逆転の可能性は極めて低そうで、リスクは極めて低いです。適正面のリスクは低そうです。冒頭、この本命馬の勝利確率は56%と申し上げましたが、それ以上の勝利確率を望めそうです。 推奨の本命場として最適です。